俺が1番だったら俺は2番になるって言ったよ。AWD ヒート1のニュースが出番です。車検コーナーを仕上がりするさあ、2周目入ってきましたよね。右側のマシンが1番ですかね。この選手が順調に3周目ちょっと間開いて野口選手 2.5 秒差、コーナー2つ半といったところでしょうか。まだまだ分かりません。さあ時間全然ありますよ。あと1分13秒ありますからね。休めんじゃないの休みじゃないの。3番手に入ってきたのは選手、選手と松本選手の差はもう欲しいよな。どうといったところでしょうか。4番手はパーナンバー1番神山選手、パーナンバー3番関川選手が5番手、前田久保選手は中線に入っていった模様。まだね、野口選手の間はつかず離れつめるというかね、ハッといったところ、もう使い切ったんじゃないですか。 2.1 秒少し詰まったかな。2秒ですからね、コーナーバックバンカーだね。どうですかね。残り20秒さあ、7周目を回って今トップの足が黄色のミニクーパー、それを白と黒のビートル野口選手の差 1.3 秒差、残り15秒、まだ分からないぞ。残り10秒入っていった、5秒、2番台入っていった、これがファイナルラップでしょう。さあ、ここで2分経過です。関川選手ボール、さあ、トップかな、久保選手ゴール、松本選手、神山選手、野口選手、全社ゴールです。お疲れ様。トップは久保選手、カーナンバー1番10周2分06秒85、0点上げてください。